かんです。今日は私もコンクルールで大学の食堂を紹介します。見に行きましょう。私は宇治から宮城までに来ましたから、今は大学のテクニック面の後ろにいます。食堂まで歩いています。このビルの中に食堂があります。ここは私の大学の食堂です。今日は人が少ないですね。それにいつも食べているお店に来ないし、とても悲しい。残念ですが、他のお店に行ってもいい。このお店にいろいろな副食を選んできます。好きは飲み物お店です。このお店も私は飲んでいます。いろいろな店が選んでいますね。私のご飯は炒め鶏のケチャップと卵ヤムとジャスミン茶です。あんまり美味しくないです。でも仕方ないです。ジャスミン茶だけ美味しいです。このビデオは短いですが、私は頑張っています。何か間違いがあるならごめんなさい。ありがとうございます。